はい、ズキです。それでは本日は以前ご紹介したこちらドンキ PC ムガについて数多くいただいているご質問、フォートナイトってプレイできますかを検証してみたいと思います。ゲームには向かないよと動画でお伝えしていますが、どうしても手軽に PC でゲームをしたいという視聴者さんも多いようなのでやってみたいと思います。電源オン。それではまずブラウザを立ち上げてフォートナイトの公式ページにジャンプします。はい、ようやく来ました。右上のダウンロードボタンをクリックして PC、Mac で楽しむ、こちらをクリックします。アカウントの作成画面にジャンプしますので、こちらでアカウントを入力します。メールアドレス、そしてパスワードを入力したらアカウントの作成をクリックします。はい、すでに私はアカウントを作っていたようなので右上のこちらからサインインします。はい、サインインが完了するとプラットフォームの選択に移ります。ドンキ PC ムガは Windows PC ですので Windows を選択してクリックします。はい、ダウンロードが完了しましたのでクリックしてインストールしてみたいと思います。現在の空き容量は 10GB という状態ですが大丈夫でしょうか。インストール。はい、アップデートの検証に移りました。もう順調にアップデートをダウンロードしてますね。このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかということで許可。必須コンテンツをインストールしています。現在の容量は 9.83GB。 お使いの PC にあるアプリには Windows の次の機能が必要です。 .NET フレームワーク 3.5、 この機能をダウンロードしてインストールする。はい、 Windows の機能のインストールに成功しました。はい、ということでなんとかサインイン画面まで到達しました。現在の空き容量は 9.66GB ということで、そんなに容量食ってないですね。それではサインインしてみたいと思います。サインイン。はい、エンドユーザーライセンス契約が出てきましたので、内容をよく読んで問題がなければ同意しましょう。同意。インストールする場所を決めてくださいということでね、まだインストールするんですね。はい、出ました。インストールに失敗しました。 C ドライブに空き容量が足りません。 33.31GB 必要です。今 10.35GB 利用可能です。インストールを実行するにはあと 23GB 必要です。ということで、やはりドンキ PC の一番の弱点とも言われているドライブの容量、ストレージ容量がもともと 32GB、 実際は 28.2GB しかありませんので、そもそもインストールできないという結果に終わりました。パソコンにお詳しい方でこんな方法があるよとご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄までお願いいたします。また3万円台ぐらいで買えるノート PC でフォートナイトが遊べる PC、 この辺ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひそちらの方もコメント欄で教えていただければと思います。本日の検証結果です。ドンキ PC ムガでフォートナイトはそもそもインストールできないということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。